失職後の出直し選挙で圧勝した兵庫県の斎藤元彦知事の周辺がまた騒がしくなっている。写真あり、斎藤知事と当選を喜ぶ織田氏。耳には60万円の超高級イヤリングが。発端は斎藤知事の選挙広報担当を名乗る PR 会社の女性社長が11月20日にメディアプラットフォームノートに投稿した 兵庫県知事選における戦略的広報という記事だ。投稿を行ったのは、西宮市にある PR 会社、マーシューの代表取締役を務める折田風氏という女性です。折田氏は同記事で、選挙における SNS 発信やチラシ、政策パンフレットや選挙広報などに PR の専門家として様々な助言を与えていたと公表しました。 織田氏が経営する会社の会議室で、斉藤知事を交えて行うミーティング風景や、選挙や SNS で使う写真素材の撮影風景など、実質的に斉藤陣営における広報 PR 活動のほぼ全容が見えるような体裁になっています。さらに、記事には斉藤さんへの提案書と思われる文書も掲載され、県知事選前の10月1日からをフェーズ1とする工程表もありました。 フェーズは局面と訳されるコンサル用語です。言うまでもなく、告示前に投票を求めるような行動は、事前運動とされ、公職選挙法により禁止されています。また、告示後に外部業者に委託する選挙活動は、厳しく法律で定められており、多額の報酬を支払っている場合、公職選挙法に抵触する可能性があります。また、 折田氏の会社が報酬を受け取っていなかったとしても、会社の施設や機材を使うなどしたなら、業務の一環だと解釈できるので、背任行為に当たる可能性もあります。政治担当記者。折田氏は炎上状態が続く中、ノートの内容を修正。斎藤県知事とのやり取りをほぼすべて削除し、会社の HP に合った取引先や実績も削除している。織田氏は 斎藤知事に当角が出た直後に、自身の SNS アカウントの投稿に、斎藤知事と撮った写真とともに、また、一緒に仕事ができる日を楽しみにしています、と書き込んでいます。これは、利益誘導の勧誘とも受け取れる書き込みです。彼女は、すでに兵庫県地方創生戦略委員や、兵庫県 e スポーツ検討会委員など、斎藤知事と密接な関係にある職に就く人物です。 すでに戦艦への通報を済ませたという書き込みもあり、織田氏だけでなく、斉藤知事も報酬などについての釈明をしなければならない事態といえるでしょう。斉藤知事は22日、関西テレビの取材に対し法に抵触する事実はないとコメント。さらに代理人弁護士は、SNS 戦略の企画立案などについて依頼をしたというのは事実ではありません。 あくまでポスター制作等法で認められたものであり相当な対価をお支払いしております。公職選挙法に定職する事実はございません、とコメントしています。しかし彼女が当初、公開していたノートの内容は、SNS を含めた候補全般の戦略について受け負っており、仕事内容が単なる、ポスター制作だけ、だったとは読めないですよ、同然。本氏は折田氏に対して、 斎藤知事から受け取った報酬について確認しているが、11月22日時点で返答はない。なぜ、問題視されかねない裏側を大々的に公開したのか。折田氏は、斎藤知事の広報、SNS 戦略について、大手広告代理店がやっている、都内の PR コンサルタントがやっているなどのデマが飛んでいるという不満を、X のアカウントに投稿しています。要するに、 手柄をアピールしたいという欲求に勝てなかったということではないでしょうか。彼女は慶応義塾大学 SFC の出身で、当時からインフルエンサーとしてお店やイベントなどを紹介するキラキラ投稿を繰り返していました。お笑い芸人の西川清さんとテレビ番組に出るなど、表舞台に出ることも多かったようです。現在も SNS から見える キラキラぶりは健在で60万円以上する高級ブランドのイヤリングをつけている写真もあります。とはいえ、本来、黒子に徹するべき選挙スタッフがここまで明けすけに活動の実態を公開したのは前代未聞です。他の選挙でも、いわゆるコンサルや PR 会社の人間が一部の候補者を手伝うことはありますが、実績を自慢するのはクライアントに対してだけで、 特定多数が見られるネット上で自慢するはずがありません。当然。自己顕示欲を抑えられなかったというわけか。